せーの、皆さん、アディオスクワッドのジュンです。まあ皆さんね、僕たちアディオスクワッドの4人は今ドバイでもう2ヶ月経ちそうになってるんですけど、前動画でも言った通り、僕たち夏はヨーロッパで過ごします。そして僕の飛行機が今日の、まあなんでここ見た、僕の今日の飛行機が午前3時です。そして今19時です。だからちょっとね、ここ整理して、ゴミもちゃんと捨てて、ほら、ちゃんとスーツケースも荷造りしてて、ちょっとここら辺を整理してからドバイ最後の一日ちょっとだけ楽しみたいと思います。さあ、何回も何回も見てきたこの景色、ドバイ一綺麗な景色でしょ。まあでも今日がね、ドバイ最後の一日ということで、ちょっとアディオスクワッドメンバーの4人に夕飯食べに行こうぜってなったんですよ。はい、夕飯食べに行きます。あ、でちょっと思ってるかもしれないんですけど、え、今日お前らみんな一緒に帰るんじゃないのって思ってるでしょ。違います。実はね、全員別々の日なんですよ。結構面白いよねそれ。だからバルセロナでまた集合して動画もそこで撮っていくっていう感じなんですけど、今日僕はドバイを離れます。ここの家ドバイ2ヶ月ありがとうございました。それではちょっと整理するか。チャチャチャランタン、できました。これがね、まあ捨てるゴミなんですけど、ゴミは出るときにしてましょう。そしてアディオスクワッドの4人と話したところ、今日はちょっとドバイ最後ということで日本食食べようか。まあドバイは日本食全く合わないけど、日本食好きなんで日本食食べに行きます。さあ皆さん、ただいまの時刻は8時半なんですけど、この2ヶ月お世話になった家にさよならする時が来ました。一応ね、あの日本食レストラン、僕とトムとケンゾとマルクで行くんですけど、藤屋っていうレストランで9時に予約してるんですよ。だからちょっとマジで急がないと。これも片付けてないからね、閉めてないし、ゴミも出してないし。急ぎます。ごめんしょっか。 OK、 ゴミ出し、ゴミ出し。一応ね、今さらこんなことを紹介してんのとかって言われるかもしれないんですけど、ここのドバイとかってさ、ゴミ、ドバイとかのアパートのゴミ出しって下にゴミを出すんじゃなくて、こういうなんかゴミシュートがあるんですね。ここ開けるとこういう感じでゴミを捨てる場所があるんですよ。いってらっしゃい。 OKOK、 の、よかった、閉めます。バカすぎ。お疲れ様です。 OKOK、 皆様、多分忘れ物はないはずです。このカメラは自分で持ってきますし、 OK、 全部僕のものは持っていってるはず。さあ、正直言うとちょっと日本食レストラン遅れ気味なので急ぎます、急ぎます。それではこの家本当にありがとうございました。そしてドバイありがとうございました。まあ2ヶ月後にねドバイ戻ってくるんだけど、夏はヨーロッパで楽しみたいと思います。なのでアディオスクワッドのヨーロッパ編動画も楽しみにしておいてください。皆さん、じゃあ行かないとマジで。行きます。え、2ヶ月後また会いましょう、ドバイ。合流しました。マルクもいます。そして、あ、どうも。もちろんね、トムはいません。なんでいないんだろうね。なんでだろうね。トムが遅れるわけないもんね。トムが遅れるわけないもん。待ち合わせ時間から15分経ってトムいないけど、トムが遅れるはずではないから、多分魂がここにいるんだ。今いるところが実はドバイ初の動画で来たレストランと同じレストランに来てるんですよ。フジヤっていうです。そう、そしてね、マルクは携帯中毒です。いや、遅れ野郎のトムと話してます。まあメニューがね、本当にヤバすぎる。これはい、1ページ目でしょ。多いですね。はい。おお、なるほど、単品とかも頼めるんだ。あ、刺身とか寿司とかもありますね。寿司屋さんだと思うじゃん。いや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 、寿司が足りるなって。その後は、はいはい、唐揚げ、はい、もっと餃子もあります、ユッケもあります、サンドイッチもあります、そばもあります、うどんも、うどんもあります、ラーメンも。普通にめちゃくちゃメニューがでかいのに、普通に大体全部うまい、全部うまい。で、じゃあもう僕ら先に頼んじゃう。頼もうぜ。いやー、もう早かったね、2ヶ月間。2ヶ月早かった、早かった。お前らいつ帰るの。僕はあさって。僕も、僕はあさって。じゃあ私あさって、そうなるんです。みんな1日違い。そうなんだよ、それが面白い。
いやー、一皿目おにぎり。これね、まあ、日本のおにぎりには勝てないと思うけど。で、何おにぎりなの、そもそも。鮭。おー、いきます。どう、うまい、うん、僕はコンビニに比べてコンビニの方がうまい。いや、もう僕らどんくらい待ってる？着いてから45分、待ち合わせから45分、トムまだ来てません。皆さんコメントでトム遅れるのやめろって書いてください。そうです、みんなのパワーが必要です。お願いします。お願いします。唐揚げ丼。皆さん、唐揚げ丼来ました。マジでうまそう。てか、マジでうまそう。ちょっと俺のパクったな。いや、本当にね、唐揚げ丼の値段の割にはマジでうまそうなんで、ちょっと食ってみたいと思います。じゃあ行くよ、もう早速味見しちゃうよ。いや、ここの唐揚げガチうまいんすよ。 ね、日本の外で食った唐揚げの中でトップ。そう、どう？うまい？うまい。やっぱここね、唐揚げが超おすすめなんですよ。うん、ジューシーで、外はしっかりパリパリ、中ね、味もあるし。うわ、めっちゃうまいね。じゃあ僕も食べます。うまい、うまい。でね、トムとシェラが、焼肉を頼みました。だからここで焼肉もできるということ。うん、僕今日これ一食目で。やば、夕飯が一食目ってやばくない？で、おにぎりだけなんだよ。いや、そらない。貴様ー、よ、めっちゃ待ったぞお前。え、めっちゃ待ったね。47分。あ、トムのせいか。いや、ちょっと寝てた。はっ、ごめんなさい。あ、すすぎ。ロー。これやば、やばいなこれ。ジュン、ちょっとダメ。絶対言うと思った。僕の残りの唐揚げ全部あげるから。1個もらっていいですか？試したいね。うん。これ試していい？どうぞ。イエーイ。マジダメ。いや、ドバイ最後の夕飯、最高です。あとは飛行機に遅れなければ。トラブルやめてよ。トラブルは本当嫌だ。トラブルよく起こすから。だってさ、僕ドバイに来た時も。飛行機の日にち間違えたじゃん。4th of April. あれがもう、だから僕帰りの飛行機は5回ぐらい確かめた。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。え、2023じゃないよね。いただきます。うまっ。あれ、いっぱいなったの。そして、これも来ました。これ何？唐揚げ、ポテトフライ、メンチカツで、真ん中に枝豆があります。結構うまそうな、メンチカツ食べる。メンチカツ、めっちゃ薄いよね、このメンチカツね。でも柔らかくて美味しい。では皆さん、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。お腹いっぱいすぎてもう死にそう。ね、まあ僕たち2ヶ月ドバイに行って、もう数日後もみんないなくなるんですけど、一人一人ドバイ2ヶ月過ごしてみて、一言でまとめることとかある？はいはい。暑すぎ。暑すぎ。それが一言か。暑すぎた。一瞬。あー、わかる。うん。出会い。おー。僕それガチで言おうとしたんだけど。いい経験。いろんないい経験。暑すぎ、暑すぎ。いい経験、いろんな人にもあったし、これからが楽しみです。そうですね。 Thank you, sir. OK、 空港着きました。空港到着しました。マスクつけないと。でね、皆さん、一個だけ恥ずかしいこと言うと、僕これターミナル1だとずっと思ってた。で、タクシー運転手にもターミナル1って頼んだら、いや、3ですよって言われて、全く違う場所行くところだった。じゃんじゃん。広い。すごい綺麗。僕ね、意外と世界中の空港行ったことあるんですよ。香港とかニューヨークとか。こんな広いのなかなかないですよ。入り口入った瞬間からこんな広いんだよ。すげえわ。もうどこでチェックインすればいいかもわかんないもん。緊張してきたんだけど、なぜか緊張の気持ちが出てきた。久しぶりだからかな。まあ、バルセロナ楽しみです。おー、これつけないといけないのか。これセルフでやるの初めて。バイバーイ。さあ、多分ね、空港で一番めんどくさいところは終わった。一番大きい荷物を届けて、多分合ってる場所に届けた。これでなんかグアテマラとかに行ってたらヤバいことになるけど。だって僕いつも従業員とかにやってもらってるからさ、ちょっと一人でやるの不安だったけど。ゲート向かいます。おー、ノー。持ち物審査だ。捕まる。爆弾捕まる。
見事セキュリティ通れました。別に隠すもんないけどね。見事セキュリティ通過持ち込めました。冗談。 C1 だからあれだね、こっちだ、こっち。まだ歩く。だってまずチェックインした階からここの階に上がってくるのに、この撮影できなかったんですけど、エレベーター入ったんですよ。 10m×5m ぐらいのエレベーター、200人ぐらい入れるので、それ結構満タンでここまで上がってきて、さらに20分歩いてます。あ、それは嘘、10分15分。広いわ。もうそろそろ着くと思うからね。嘘だろ。まだ着かない、まだ着かない。やばすぎ。切れそうです。もう15分は歩いてる、15分は歩いてる。2時間ぐらい待った後、やっとボーディングが始まりました。やっと乗れます。マジ眠い、本当に寝たい。汚いな、レンズが。お、こっちだわ。どんまい、行きましょう。僕の席は 38K だから、もうめっちゃ後ろの方だと思う。一応ね、ドバイに来る時と全く同じ飛行機っぽい。ここがトムとシェラが座ってた席で、僕があそこに座ってたの。ここです。めっちゃ後ろの方。あのね、正直な話すると、こんな大きい飛行機で、ね、こんな後ろの席になったの久しぶりです。だから45まで知らないと、僕38だもん。でも窓席ゲットしたのは最高。さあ、ここに来る時の動画であんまり席のレビューができなかったから、 USB があります。じゃあ USB ない人はソケットもある。で、ブランケット結構あったかいやつもして、枕も来ました。ヘッドフォンは正直クソ、これ使いたい、これ使いたい。座り心地はちょっともっとでかいからさ、ね、これが出ちゃうけど仕方ない、仕方ない、大丈夫です。それは我慢します。僕って運いいの？飛行機回る見たら分かると思うんだけど、いっぱいなんですよ、僕の隣。僕って運いいの？ありがとうございます。あ、でも正直僕ここ2日間結構動画作るの頑張ったり、夜更かしとかが多くて、2日間で合計4時間ぐらいしか寝てないんですよ。だから寝ます。あと1時間半か。いいね。いや、でもぐっすり寝れました。味は最高ではないけど、美味しいです。飛行機の食べ物にしては、それキーワード。ダメさん。やっと到着しました。2ヶ月ぶりに家族に会いに来ます。